はい、これに関しましてですね、先ほどの韓国の国防省の報道官が予備量を確保するために臨時で、まあ、日本から借りたものです、銃弾はですね。で、銃弾は不足してないと言ったんですけども、これについて日本政府の説明とちょっと不一致なんじゃないかと。日本政府は今申し上げましたように、国連からの正式な要請、また韓国からも要請があったという、それはすべての事実です。はい、長官、テレビ朝日知事はですね、はい、今の関連ですが、はい、22日午前に国連から、午後に韓国から要請が来たと、はい、今おっしゃいましたけれども、韓国からはこれはどこの、具体的にどこの部署というか、どういうところを通じて要請が来たというか。これは財務省を通じてと言っています。そうしますと、先方はその部署というか、いや、在京の大使館、韓国大使館、はい、はい、在日本の大使館です。そうです。はい、これはその、要請がまあ来たということで、銃弾自体 の、 そのまあ、提供は昨日のうちに終わっていると思うんですが、はい、国連およびその韓国政府の逆にその反応といいますか、謝意の表明などはあったでしょうか。これは当然国連からはそれは当然日本に対して、ね、謝意があります。韓国側からはですね、現時点においてでありますけれども、現地の弾薬引き渡し完了後に、韓国隊隊長より自衛隊部隊隊長に対して謝意の表明があった、こういうふうに象徴しています。政府間ではまだないという、今のところ政府からということは私は聞いてません。